4食ならへん。なるなる余裕で。でもさ、その朝ごはん食べるかは知らんけど、うん、昼ごはん公演前に食べ、昼あのリハ前に昼ごはん食べてくるやん。だいたいリハがそのあんまり早い時間じゃないからさ、うん、食べてさ、うん、でさ夜ごはんがさ、うん、お弁当食べるのがさリハ終わって、うんうん、4時から6時の間やん、うん、個人情報、うん、4時ぐらい、うん、4時ぐらいやったらさ、うん、確実にお腹が空くんです。そうやねんな、帰ってきたらまた食べちゃうねんな、やばいよな。しかもさ公園やったらさ体力使うからさ、うん、お腹空くよねっていう話、公園終わったら、うん、どうしよう。寒い、寒ないの、うん、寒い、眠くなってきた。なんだい、ホノピめっちゃ話すやん。話したらあかんの死ぬ、話したらあかんの。私はいいよ、おちゃん大好き。成長期はセーフらしいよ、食べて も私なんか19歳なんですけど、成長期とかじゃないもん。え、ほーちゃんもう19歳？もうすぐなるぜ。早い、前まで17歳やったのに。確かに、まだ3月生まれやからな。うん、えらいこっちゃ。そう、もうすぐ。ほーちゃんもう19歳だよ。置いてくね。うん、ちーたんとは春休みに遊びます、絶対に遊びます。間違えて場所言いそうだった。え、でも どこって言ったっけ。お寿司な。ダメだよ、だからお寿司商品名だから、うん、そう商品名、あ間違えた、うん、前一回行ったような寿司食べに二人で行ったよ、美味しかったね。美味しかったね。またお寿司以外のとこも行こうね、うん、前はでも最近はあのハンバーグ屋さん行ったよ。え、行ったっけ。びっくり、あ、行った行った行った、あ、びっくりのとこね。行くぞ。言ってるよ、それは。え、ダメなの、言って見せないよ、大丈夫ちゃう。なあなあ、ブスタマとか言うやん。ノー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 、あ、それちょっとエキモかったね。ノーノーノー、やめて。やば、このショールーム人減ってくんじゃない。やだ、いらないで。眠い、終わったら、反省会終わったら急に集中力切れる。反省会までは持ってないけどな、うん、あ、ごめんなさい。え、なんかさ、うん、一番マッサージ、何、終わった後のリラックスタイムがいっちゃ眠たい。もうあれほんまに眠たい。あれ、あの、うん、ストレッチ、そう、ストレッチがほんまに眠たい。まあまあ、わかるっちゃわかるけど寒っ。パパ寒いよ。ほーちゃんから体温吸収中、うん、マジであったかい、うん、私だけ。ほーちゃんあったかいわ、重装備やから。皆さんほーちゃんの横聞きましょう。あったかいよ。ジンクス振りコピ無理やろ。いや、いけるかもしれない。いや、未来がある、うん、そのちーたんとかもさ、うん、その後からさ、うん、出たからさ、その振りを入れにおらんかったわけやん、うん、やからさ、うん、動画で覚えるやん、無理じゃない。でもその後に実はあの元旦公演でさ教えてもらった、それがマジで人生の転機すぎてさ、あのそれだけで死んでた。ほんまに。だから、え、そのさ、やってて動画で覚えてもさ、うん、振り違うことジンクスめっちゃ多ない。ほんまに違うこと。私もさ、その何回か出ててさ、何回も出ててさ、うん、意外と違うみたいな。え、あのさ、ね、ジンク、何だっけ、長長願いしてたジンクスはいい悪い言葉ってあるやん、うん、これさ、私ずっとさこうやってて1回で、え、うん、え、違うの、え、違うらしい。ジンクスは演技、悪い言葉ちゃっちゃうらしい。あ、え、ジンクスは演技、悪い、やってるかも、やってるかもしれない。1回出すと超か、これも、でも1回ほーちゃんに教えてもらったもん。あ、そうか、ほーちゃん、こよりんに教えてもらった。ね、ちょかち、あ、やばいよな。ほーちゃんに密着。やめて、密着だけに。は？私ね、あの、今日のほーちゃんのネタがいっちゃおもろかった。何言ったっけ、あいかさんのあの歌じゃれ。あ、それあれやん、それリハやん、しかも。間違えた、身内ネタやで、それ。ごめんなさい。なんか、あの、実は今日のリハーサルでなんか、あいかさんのそう、MC のね、練習ね、そうなんですよ、言ったんですよ。で、それが、あの、皆さん、あの、ファンの方がいらっしゃらないから、そのマジでシーンって、あの、
マネージャーさんとか先生方とメンバーだけみたいなステージにおる、はい、するんですけどね。そこでこの度胸の強いほのぴーちゃんはなんかアイカさんあーイカーとか、アイカさんイカみたいみたいな言った。そうそしたらもう空気濃いちったな。お前にちったも震えた。いやでも私は正直さいつも滑るやん。滑るの滑ってんねんけど、うん、その客席におらへん状態でダジャレしたわけよ、うん、今日は。だからその客席にお客さんおらへん状態でダジャレしたら、うん、なんか誰の息を吸う音も聞こえるからさ普段やったら人多いから呼吸音聞こえんねんまだ。でもさ呼吸音も何も聞こえへんからさ、よかったな、うん、しかもシーンってからほのぴーさんも自分でさ寒いみたいな。もう逃げたもん。あの真ん中に生まれたけど走って戻ってきた。あれほんまにさ録画して見せたいぐらい面白い。シーンあれマジでおもろかったな。チーターは普通に笑ってたで実は。あでもマジで空気一切揺れ動かんかったもん。ほんまになんかもう凍ったマジで。なんかさファンの皆さんおったらさなんかハッハッハッって言ってくださるやん。時々なんかフッみたいな聞こえてんけどさ。そうそう滑ってもなんかフフフみたいな。そう。でその後にワッハッハッってくるけど、マジでそれがないからなんか。マジでやばかった。てんてん。ほんまにマジでてんてんてんやったよな。自分らもどうしていいか分からなくてなんか。あすごいすごい。滑ったみたいな。やばかった。最高。めっちゃ手震えたもん。怖すぎて。ほのぴーのダジャレは毎回来てしまいます。さすがプロフェッショナルを感じました。やばいよな普通に。だってさメンバーさんしかおらへんところでさ、うん、ダジャレした。いやほんまにな。何を求めたんほのぴーは。明らかに。いやでもなんかやった方がおもろいかなと思って、うん、面白かった最高。楽しくなったやろ。めちゃくちゃ楽しかったな。ちょっとそういう練習の時ってちょっと考えすぎちゃうからね、うん、あれやけど、うん、ダジャレとか柔軟性もね必要なんで。なるほど。夏ならよかったね。マジ寒かった。マジでやばかったな。今も寒いけど一生忘れられへん。あれ動画あるかな。あるかもよ、うん、見れへんでも私は見やんで。それな。チータンだけ見て。ほんまに。ダジラン前降りてくるんですか。前降りてきます。マジでユカタンしか笑ってくれへん。いいねに飽きる。ほんまにな。マジでユカタンしか笑ってくれへんのじゃれは。なんかでもちーたんツボ浅いからさ、うん、ちょっと浅い子には起きるよ。確かにちーたんが一番ツボ浅い。ほんまにな。おかしいよな。でも二兵とかもさ、結構私のことで好きやねんな。え、そうやで。二兵さ意外とさ、二兵さんはほんまにあの笑わんけどなんかそれをそのまま見るところを楽しんでんね。ほんまにおもろい。私さ二兵さん見てる。MC とかでもさ、うん、私がダジャレ言ったらさ、うん、なんかはんみたいな鼻で笑った感じ出してくるのにさ、後でさあれおもろかったねみたいな。ほんまに。じゃあ笑えよ。まなみほんまにおもろい。あいつほんま悪いな。でも後でめっちゃおもろかったって言ってくる。ほんまにな。そうマジでまなみはツンデレやな。ツンデレすぎるよ、うん、マジで。あの二瓶まなみは意外と私のダジャレ大好きなんで。そう二瓶まなみさんはね意外とねもうほんまに人のこと好きやと思うんだよ。そう確かに。あ見えて。でもいじんのが好きやからな。ちーたんはそういうところが好きやで。まなみはほんまに劇生で一番の積んでる。一番やの圧倒的じゃない。違う。そうやな一番積んでる。確かにだってあんなに私のこと滑らしといて裏でおもろかったでってあれめっちゃ好きやったみたいな言ってくる。やってくる。あとさ真似してくるよな。めっちゃ真似してくる。めっちゃ腹立つ。いやマジでほんまに好きやわ。あれめっちゃ好きやってんけど今日のゲームもう一回やるわみたいな。マナミは多分皆さんの見えないところでめちゃくちゃ面白いんですよ。なんかそのなんかさそのさあえてそれ裏でやるのも面白いよな。なんかちょっとクールぶってるよな。表でそう全然クールじゃないのにさめちゃくちゃ面白いからほんまに知ってほしい。あの人は全くクールじゃないんで見た目だけです清楚なんは。いやほんまに面白い。なんかさこっそりカメラさ仕掛けてほんまにしてほしい。ほんまにテンション面白いでな、うん、マジでクールぶってる。マナミの今日のギャグめっちゃおもろかったんけど。マナミこれ見たら怒るで。確かに後で怒られる。待ってまた真似されちゃう。絶対また言ってくる。今日前髪なんかびしょびしょに見えんねんけど。ほーちゃんの最初のヘルメットって自分で言ったのが一番面白かった。ちょっと今日前髪固めすぎ。かわいい。ほーちゃんあの N の時はポニーテが低いんです。そうです。かわいいね。やめてごめんね。やめてやめてごめんね。いいよ。いやありがとう。ケーキって何やろ。個性的かな。
あ、そういうことか、個性的な。そういうことかはやめて。そういうことかは違うくない。うち家だ。そういうことかはちゃうくない、今の。はい、来ました。もう、ちぃが、あ、私がこれよく言ってるやつ。もう違う。リカタン実は、ね、だから違う。うわぁ、リカタン変態やからな。キンク、もう違う、違う、ほんまに違う。変態やからリカタン。え、前もなんかこの話したよね、ゆかたん変態みたいな。うん、してない、してない。ちーたんがおらんところで勝手に言われたの。あ、そうそうそう。違うもん、ほんまに違うもん。ちーはマジでほんまにお疲れ様です。何の時やったっけ。ほんまにちーは結構前やんな、ちーたんの変態説みたいな話した。違う、違う、ほんまに違う。もうみんなそう思ってる。そうやめて、もうやめて。もうほうちゃんなんか変なエピソードあったけど忘れた。いやだ、でもないから、一個もないから。多分どっかで私話してると思うんで。違う違う、ほんまにみんな違う。え、コメントめっちゃ早かった。最悪の、もう変態。多分どっかで話してると思うんで、ぜひ調べてみてください。最悪。あばらゆか、あばらゆか変態で検索。出てこい出てこい。ほんまに嫌や。なんか話してんけど忘れちゃったの。話さなくていいから。もう違うから、ちーたんは、ちーたんそんなん知らない。何も知らない。わかった。チンコ聞きたいちゃうねん。ほんまに違うから。ぽーちゃんが作ったもんね。作ったよ。マジでおもろいな。うんうん。ほんまにあかん。マジでそういうさ、目で見られるって。思春期やから、確かに。いや、そのなんか優しさが余計に恥ずかしい。高1やもんな。思春期やな、そら。何だっけ、なんかパンツ見てくるみたいな。違う、お前これ以上言ったらマジで。いや、ほんまにちゃう、今のはほんまにちゃう。何かあったよな、ちょっと思い出したらまた。もう最悪、思い出したら言います。わかるでじゃないんですよ、ほんまに。わかるでちゃうねん、ほんま。まあちーたん隠して、隠してない隠してない。ちょちょちょ、ほんまにちゃう、マジでちゃう。みんなちゃうねん。若田の教育の賜物ですってきてる。確かに若青原兄弟、青原兄弟やってる。違う違う、青原姉妹ね。もうほうちゃん嫌い、もうちーたんのこと嘘ばっか言うよ。はいはい。はい、ええちゃうね。もう何よ、ちーたんそうやった。ほんまにちゃうからな、みんな。まあどっかで話したんですよ。ちーたんショックや、ちーもショックやわ、そんな。みんなこれはこれはほうちゃんからの洗脳です。洗脳ちゃう、洗脳教育。逆にさ、ちーたんが洗脳してるやん。そうじゃないって。うん、違うよ。そう、信じなくても信じててもも、まあ、なんか震えてきたよ。なんで。やめて、これつるからやん。これ使ったよかったのに。ちょちょちょ、足が震えるやん。なんで、怖いよ。なんでなんで。もうほんまに違う。信じてる、違うよ、信じてね。おもろ、チータンのこの目を見るんだ。変態そうな目して。マジでひどい、ほんまに。こんな人、そうだよ、そんな。変態なの、そうだね。何が嘘なんだよ。もうほんまに違うから。まあまあ、目の違う、騙されないで、やめてよ。違う、ほんまに違った。変態。もう知らない、もう知らない、もう知らない、何も聞かない。何なの。もうちょちょ、ほんまにやばい、知らない。もうさ、マジでこの人良くない。でもさ、なんかさ、このさ、チーターちょっとうーん、全然信じてもらえへんず。もでも逆にさ、もめっちゃ信じてもらえた時あったよな、あのさ。でもあれ、これ以上ほんまに、いや、そういう話じゃない、そういう話じゃない、いらない、その話はまた今度。あの、あれ今度ちゃうねん、ほんまユニットをさ、なんかさ、今日誰かがさ、あの冗談でさ、公演前にさ、あの休憩の公演で、冗談で誰かがさ、今日ゆかちゃん手も出まやねんなみたいな言って、ちーたんが冗談でうんって言ったら、めっちゃ信じて、なんかなかった。あった、懐かしい。冗談言うから、なんかレイポンが今日ゆかちゃん手も出まやからなみたいなって、でそれで、あ、そうそうそうみたいになったら、なんかファンの方がめっちゃ信じちゃって、でレイポンがその後、なゆかちゃんあれほんまに否定しといて、ちょ、ほんまにごめん、あったほんまに否定しといてみたいな、一生言われて始まるまで、
てたな。ほんで出てきたらわがままっていう普通に。そこ申し訳なかったあったなぁ。ほんにめっちゃ震えてるってうん、一瞬シーズンマジあったよな。みんなしてよ本当に最悪だよ。あったね、懐かしいね。ちょっとあんま何も知らないんだ何も知らないんだよ、せん何でも知ってるやん。何も知らない何も知らない。まあまあまあ、うん、そうやな、うん、そうだよ、思春期だもの。落ち着いてるし、もうほんまにいらないと思うはい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 、ほな終わろか。はい、終わろか、ほんま。もうろくなことなかったよ、もう最低どんじょうみします。13位キクさん、ありがとうございます。12位マチさん、ありがとうございます。11位ピーマルさん、ありがとうございます。13位ヒロニコニコマクさん、ありがとうございます。9位ひなたぼっこさん、ありがとうございます。12位原信之介さん、ありがとうございます。11位ふじさん、ありがとうございます。お疲れ様です。11位とアイラクさん、ありがとうございます。お疲れ様です。9位よしくん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位マーボ、ありがとうございます。7位つよぽん、ありがとうございます。6位あーちゃん、ありがとうございます。5位スナッキーさん、ありがとうございます。5位おやまさん、ありがとうございます。4位かよさん、ありがとうございます。4位けんくん、ありがとうございます。3位こうぞうさん、ありがとうございます。2位のはらしのしくさん、ありがとうございます。2位よちゃん、ありがとうございます。1位くんちゃんさん、ありがとうございます。そして1位はときちゃん、ありがとうございます。今日もみんなありがとう。ところでほのぴーのわがままはいつやって明日マジで明後日公演あるから、マジ信じるからやめて。それ明後日実はほいちゃんわがままやねん。マジでそれ嘘やん。ピンク担当絶対嘘やん。だってそんなわかるやん。毎回の多分私はわがままは一生ないと思ってます。自分でも多分手も手ももないと思う。だから私は一生クロスとレジスタンスな気がしますわがままはやった天変地異やろマジで。何かお、ね、お姉ちゃんちゃんはほうちゃん、うん、まあ、全然やるって言われたらやりますけどもいい ねウィンブルドンとかもしたい。ウィンブルドンやる、一緒にやろうやこれこれこれ、ね、わがままコレクションめっちゃ好きやもん私。それなあの曲かわいいな。衣装めっちゃかわいい。お兄ちゃんコレクション似合いそう。さゆきとわがまま一番ない組み合わせやろなあ。いや、あるかもよ。ワンちゃん絶対ない。あるかも。まあまあない、まああったらいいねっていうことで終わります、はい、バイバーイ。みんなありがとう。